どうもお疲れ様でございます。いよいよ年も押し迫ってクリスマスですね。今日は12月24日日曜日なんですけども、朝5時半ぐらいになってくるとですね、まあ今日クリスマスイブという時に朝枕元にプレゼントが置いてあるというね、お子さんとかもしかしたら恋人さんとかいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ日曜日の夜にねクリスマスプレゼントを届けると、わあクリスマスプレゼントだって朝起きて気づいた時には、まあ忙しい月曜日ってことになっちゃいますからね。まあ早いところはもう休みに入ってるみたいなんですけども、多くのところはまだこれから徐々に、年締めということになってくるのかなと思います。でね、今日はね、引き寄せの法則についてちょっとね、私の体験とあと私が考えてることをねまとめてみようかと思います。引き寄せの法則ってのは自然にそうなるわけではなくて、法則というからにはね、その法則を使ったら結果引き寄せられるっていう、この公式のことだと思うんですよ。じゃあ私がどのように引き寄せの法則を使ってるかっていうと、発信なんですよね。こうやって YouTube で発信していって、どんな人と出会いたいかなっていう風な思いを込めた時に、私はですね引き寄せの法則を使ってるんですよ。例えばね、モテたい、モテたくない、まあモテたくないって人はあまりいないと思いますけども、モテたいんだぞっていう風なね、そんな思いを持ってる人を引き寄せようと思ったら、やっぱりモテるための方法とかね、どうやったらモテなくなるのかっていうことをずっとね放送するんですよ。まあそうするとそれに興味のある人が私のアクセスを作ってくれて、あ、なるほど、このテーマに興味がある人は何十人いるんだなっていうふうにぼんやりと見えてくるんですよね。もちろんね、テーマに関わらずどんな放送でも見ますよって方も一定数いらっしゃって、そういう方はねもう私のファンなのかなというふうに思ってますけども、まあでもそれもありがたいことなんですが、私のね発信の中で参考になることがあれば、自分で使わなくともご自身の発信に使っていただいたりとか、身の回りの人をね、アドバイスして助けてあげたりとかっていうので波及していくのかなとも思いますけども、でも概ねはですね、私が40代50代でモテるためには男性はこうあるべきだって言ったらね、女性からの称賛の意見もそれから修正の意見も聞かれるんですけども、多くは男性がそうだな、そういうふうにやっていこうかなっていうふうに考えていただいて、実際にモテるようになったとかね、恋人にアプローチすることができたとかね、好きな人ができたっていうふうな次の段階に進むことができると思うんですよ。で、他の場面では YouTube で稼いでいきましょうみたいなことを徹底的に話す時もありますよね。最近もそういうことをねよく話すんですけども、今年の夏は私はそれが極まって自分のサブチャンネルを収益化することに挑戦して、これが10日間ぐらいで実践できたわけですよ。で、今週もですね、今月もね、先月締めの収益入ったんですけども、やっぱね、結構なね、お給料みたいな金額入りましたよ。夏に作ったその YouTube のチャンネルがね。で、そう考えたら私思うわけですよ。私が今まで YouTube のチャンネルをね、収益化させたいと思ってらっしゃる方に、いろんなコンサルをしました。私のコンサルは常にほとんど同じようなことなんですけども、実際に自分自身にコンサルした時が一番効果が出て、あっという間に収益化もするし、チャンネル登録が5000人ぐらいに3ヶ月ぐらいでなるし、でも収益としてもね、もう一発の給料みたいな金額が毎月入ってくるわけですよ。で、これを私以外の人にコンサルすると、やっぱりね、私自身に直接コンサルするよりは効果が落ちるんですけども、やっぱり収益化にはね向かうんですよね。で、きちんとそのチャンネルの方向性も定まってきますしね。あとはご本人さんがやりたいこと、やりたくないことっていうこだわりを捨ててですね、私の指示通りピシッとやるとその通りになるってことなんですよ。例えばサムネイルとかね、タイトルとか、それぞれの方のこだわりはあるんでしょうけども、やっぱりそのこだわりを続けていく限り同じ結果が出続ける、つまりは収益化に遠ざかるような結果を引き寄せてしまうんですよね。で、私はもう常に YouTube をやるってことは収益化が前提ですから、もう全てのチャンネルは収益化したいと思ってるわけですよ。趣味でやってるチャンネルなんて一個もないわけですよね。このメインチャンネル隠居 TV ですら、収入を上げるため、もしくは誰かの収入を上げさせるために毎日更新してるわけなんですよね。まあそういうふうに強い思いっていうのがね、単なる願望とかではなくって、もう絶対に成し遂げるというね、熱望なわけなんですよね。この絶対にやるぞっていうふうな熱望が結果をもたらしてくれるのかな、引き寄せてくれるのかなと思いますね。まあ、それが私がね体験したことであり、ここでまとめられることかなと思います。ですんで、本当に自分のね YouTube チャンネルを収益化したいんであれば、収益化することは可能なんですよ。でも収益化するための視聴者さんとか、それからノウハウを引き寄せているかなっていうと、
収益化してない人の動画を見るとね、やっぱり甚だ疑問なんですよ。このその人がああよかった楽しかった YouTube の動画を作ったぞっていうような個人的に満足度のためだけにやっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。で収益化にはね程遠いことやってる人ってのはやっぱり収益化しないですし、チャンネル登録者数がねちょっと増えたことに満足してそこで終わってしまってるという、やっぱチャンネル登録がね1000人収益化をしようと思ってるんだったら1000人っていうのは短期間で行かせなくてはいけないですし、それこそねやっぱり半年とか1年かけちゃうとそんなもんだと思っちゃうんですよね。やっぱり3ヶ月とか長くても6ヶ月以内に収益化しなければもうこのチャンネルのチャンスはないなぐらいにチャンネルの寿命ってものをねやっぱこう意識していくとそのスピードに引き寄せられて、応援する視聴者さんっていうのがまた集まってくるのかなと思いますね。それが私の引き寄せの法則じゃないかなと思うんですけどね。はい、じゃあこれからもねいろいろと暗中模索ながらやっていこうかと思います。一定の効果は出しているんですけども、まだまだね私の望む効果っていうのはこんなもんではないぞっていうところでございます。では今日もありがとうございました。お疲れ様です。